いらっしゃいませ、ラブラジへようこそ。はい、というわけで始まりました第21回ラブラジです。このラジオは毎月2回第1土曜日、第3土曜日夜8時に投稿。ゲーム好きなラブラドールの私が同じくゲームを愛している仲間をお呼びしたりしてラブなトークを展開していくラジオとなっております。はい、どうも北谷です。お邪魔します。どうもどうもどうも、こんばんは。思ってたより広いですね、ここそうですかね。ちょっと思ってたよりも広かったです。おお、よかったよかった。まあ、ちょっとね、あのお城の大広間を改装してやってるもんで。あ、そうなんですね。ちょっと広さには自信が。ああ、そうなんや。 いつもいつも動画で拝見してる限りではなんか、はい、もうちょっとカラオケボックスぐらいの大きさかなと思ってたんですけど。あ、確かにここ1年しか見してないからな。うん、もうここ本当に体育館ぐらい、面積的には。ああ、じゃあ声響くんですね、きっと。そうですね、割とエコーとかかかってるんですかね。ちょっとそこら辺はあの編集でなんとか。ああ、なるほど、はい、お手数おかけします。はい、というわけで、はい、今回は北川さんに来ていただきました。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お酒とか飲めないんですけど大丈夫ですかね。あ、大丈夫です大丈夫です。あ、よかった。うちはね、基本的にあの持ち込みでお願いしてるのであれそこの棚のやつとかは何なんですか。じゃあ、あ、これあの私の私専用の。ああ、なるほど、はい、振る舞ってくれないんや。そうですね、何か飲みたかったらご自身でお願いしますよかったよかった、水筒持ってきててよかった喉カラッカラになるもしやと思って、はい、予備で持ってきててよかった。あ、よかった。そこは出してほしいけど水道の水でいいから。水道ちょっと壊れてるんですよ最近大丈夫ですか、生活できてます。あの飲み水は確保してあります。ああ、そうなんや。私専用の。あ、そうだの。え、ただの水でしょ。ただの水ですよね。水。あ、もしあの買うとしたら、うん。15,000円プラスあの送料だと。はい、送料。はい。はい。住所を教えていただければ送ります。あ、なるほど。はい。なるほどね。ますます水筒持ってきててよかった。え、ちなみに、はい、佐賀さん、あの最近どうすか。え、ご近所さん。ご近所さん。ちょっと今あの不毛な会話の出口が見えなかったので。ああ、ちょっと僕も迷いかけてましたね。これやばいなと思ってましたけど、最近ね。最近どうすか。最近でも、はい、いつも通りですよ。ぼちぼちですよ。ああ、うん。いや、でも毎日投稿されてるじゃないですか。ああ、してます、させてもらってます。えぐいっすよね、作業量とか収録時間とか。でもなんか、はい、そんなにそれぞれに時間取ってないから、そんなに時間圧迫されてる感じはしないかな、まだ。ああ、うん、確かになんかあの久川さんの編集って、はい、カット編集が、はい、たまに入る感じで、そうですね、ほぼほぼ触れてないっすよね多分。そうですね、ものによってはカットなかったりとか、うん、おあったりとかしちゃったりしてますね。いや、それがすごいなと思って。いや、もうしょうもないこと、しょうもないこと言ってるだけで喋り続けてるってことですもんね。だって目に見えるもん、うん、口に出したら大体そうなるんで、うん、ああ、いや、それで間が持つっていうのはすごいなと思っていや、でも最近はちょっとカットとか、うん、
なんか凝り始めたったらおかしいけど、おカットの対象になる間っていうのがだいぶちっちゃくなりつつありますね。おお、うん、なんかそこら辺は自分でも進化したなと、うん、おこの程度でいやでも大きな前進じゃないですか。大きな前進ですよ。もう2秒、うん、前まで2秒空いててもカットしなかった部分を1秒空いたらカットするみたいなね。おお、もうこれ大きな一歩でしょ。そうっすね、うん、なかなか。だってもうそしたら空白ほぼなくなるんじゃないですか。空白ほぼなくしてますね最近は。できる限り。たまにその間を大事にしたい時とか、なんか、うん、あましシーンが切り替わりすぎても、うん、あれかなっていうところは放置したり、あ、確かに、うん、空白入れたりしてるけど、うんうん、なんか前よりと変わりますよね、うんうん、そういうのって。あ、変わる変わる変わる、うん、移動が多いやつとか、うんうん、そうね、行ったり来たりが多いやつとかが、うん、バッサリやったりとか。おお、うん、確かに。なんか久川さんのゲームって、はい、やる実況されるゲームって、はい、あの探索系のゲームとか、うん、RPG とか、うん、なんかそういうなんだろう、移動とかレベル上げとか、うん、そういうところでかなり時間がかかるゲーム多いですよね。そうですね、割と振り返ってみると、うん、アクションアドベンチャーみたいな、うん、やつとか RPG 多いですね、うん、まあ、好きやからやってるんやけどいや間違いないですね。いやもうなんかそれがやっぱりかなり収録大変なんじゃないかなとか見てて思ったりしてたんですけど。特になんか RPG とかってレベル上げって絶対あるじゃないですか、うん、やってる途中で。そうですね、うんうん、そのタイミング結構困ってて、うん、いつも、あ、そうそう、いつも困ってて、やってる途中でなんかイベントに遭遇したりとか、はいはいはい、やべってなるときはたまにありますけど、はい、まあでもなんかそういうときも、はい、なんかこういうのありましたよって口で説明するぐらいでいいやと思っちゃってるんで、うん、まあまだ楽かなと、うん、楽かなと。確かにね、なんか不意にイベント始まっちゃうともうどうしようもなかったりしますもんね、うん、そうなんですよ、うん、で東方マラソンが大好きでして、はいまあレベル上げとかもそうやけど、はい、なんかアイテムドロップするまで永遠にぐる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 するとか、うん、ひたすらお金集めるとかそんなんがもう大好きで、撮影外でめっちゃやってるんで、うん、ようぶち当たるんすわそれそれがね、ストーリーとかじゃなければまだね、うん、サブクエストとか、そうそう、なんか小ネタみたいな感じやったらいいねんけど、うん、で結構裏の作業時間みたいなのもかなり時間使ってやってるんですね、うん、ですね。でも言うて他の人がなんかゲームに当ててる時間とそんなに変われへんと思ってて、うん、なんか僕がそういうレベル上げとかやってる時間って、うん、なんか他の人が普通の他のゲームやってる裏でなんか本当に趣味な感じで動画にする予定ないけどやってるゲームみたいなのあるじゃないですか。やっぱありますね、うん、あの時間が僕のレベル上げなんですよだからなんかそこまで、うんうん、最初も言ったけど圧迫されてる感じはないです、うんうん、もう完全に趣味なんですね、そこの部分が。そうっす。いや、楽しくやってるみたいですごい良かったなって。近所のおじちゃんみたいな。っていうのもね、あの、はい、私、もともと、あの、数日に1回動画、うん、ゴリゴリ編集したのを上げるっていう感じでやってたんですけど、うん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 、はい、久川さんに影響を受けて毎日投稿を始めたんですよマジっすか。そうなんですよなんか、はい、嬉しいのかなんか申し訳ないのかいやなんかでも
毎日投稿やってみてわかるけどすげえ大変だなって、うん、ああ、うん、大変っすか。大変っすね。え、なんか撮る時って一気に撮っちゃうタイプですか、はい、ああ、数パート。一回撮ったら完全にその動画出来上がるまでは一つの動画に専念してっていう感じですかね。え、あ、じゃあなんか予約投稿みたいなするじゃないですか。はい。それをするまで次のパートの分は取らないってことですか。あ、そうですね、そう。すげえ。うん。まとめて取っちゃう。おお、あれですか、もう休憩ちょっと挟んで次のパートみたいな。一気に取るときは休憩はしないですね。はい、休憩なしで。休憩なしで録画終了してそのまま、うん。一回お茶飲んで、うん、録画開始してみたいな。だから要あの、うん、前回っていうのを、うん、さっきって言っちゃったりするんですよ。聞いたことあるな、久賀さんの動画で。そうそうそう、うん、でもどうせ再生リストでなるし、もうさっきでいいやと思って最近割り切ってるんですけど。もうすぐ撮っちゃうんすね。すぐ撮っちゃいますね。なんか頭の整理とかできなくないですか。頭の整理、うーん、なんか難しい話やってたら、はい、なんかちょっとようわからんまま進むのもあれやしと思って、はい、さっき撮った録画ファイルみたいなのも見直して、うんうん、で続き撮りますね。あれ編集挟まないですね。そう、あ、もう見直すだけなんだ。見直すだけですね。え、すげえな。あの、うん、改めて後日とかに回しても、うん、理解できんもんはできへんなと思って。覚えとく自信ないなと思って。うんうん、うん、だからよくなんか動画の最初に、うん、なんかそのそういえばこの間こういうことあったけど、うん、よう考えてみればこういうことよねって言ってるタイミングは、うん、時間が空いてる時ですね。日にちが空いてる時ですね。ああ、前回からじっくり考えて。そう、確かに、なんかなんだろう、一回分かんないなって思っちゃったら、うん、それってよく考えてもそんなに解決しないことって多いっすよね。ありますよね。なんか進めていくと分かるようになるかなっていう部分が多いから、なんか考えてもしょうがないかと思って。うん、普通にゲームやる分に関してはここつなげてやるパターンが多いかなと思ったりとかして。あー、確かに。動画にしちゃうとパートで区切っちゃうけど、普通にプレイすると、うん、ここって普通に他の人も続けてやる可能性多いよなみたいな。うん、確かに我々、区切りすぎな感じありますもんね。そうなんですよ、普通のプレイヤーよりは。うん、うん、どうしてもなんかパートっていう箱に入れて考えちゃうから、うんうん、結構バラバラになっちゃうんですよね。うん、普通の人って、まあ、僕って今日本の、うん、今っていうかもうずっとなんですけど、はい、日本のゲームを並行してずっとやってるんですけど、うんうん、はい、なんかもうどっちがどっちだかもうわけわかんなくなっちゃいそうやから。だからなんかつなげて覚えるみたいな。つなげて覚える。つなげ、そうそうそう、つなげて。はい。それこそ全パートの録画ファイルチラッと見直したりとか。はい。なんかそういうことをしないと、パートで分けちゃう、パートで考えて分けちゃうと、なんか、うん、パートごとに考え違うな、こいつってなりそうな気がして。あー、そっか、つながりがなくなっちゃうっていう面では確かにありますね。分からんままつなげてもいいかなっていう。分からんなら分からんなりに、うん、っていう感じです。なるほどね、一理あるわ。あ、全然あのそれぞれのやりたいやり方の方が一番いいとは思うんで、うん、うん、なんだろう、分からないまま突っ込んでるのが突っ込んでいくのが、うん、逆にどうやって実況したらいいんだろうってちょっと頭の中がぐちゃぐちゃになっちゃったりして。あ、確かに、まあそれもありますよね。うん、だからちょっと難しいなとか思いながらやってたりするんですけど、
僕もあの、うん、話完全に終わってから結局どういう話やったんやろうみたいなやつとかたまにあるんですけど、うんうん、なんかまあそれもそれでゲームプレイした上での体験かなと思ってうん、うん、いうかまあ考えるのサボってるだけなんですけどいやなかなかねまとめるのすごい難しいですよね、うん、そうなんですよ。エンディングが怖いんですよ、うん、この物語を終わらせたくないっていう気持ちと、うん、あのスタッフロールの時間どうしようかなみたいな、うん、そうね、あそこはね完全に感想を述べる時間ですからね、うん、いやどうしよう、よかったしか言えんかったらどうしようみたいな、うん、いやーよかったわいいんってなっちゃったらいやそうしようっていう、うん、そのエンディングに向けてやっぱり全部理解していかないとなっていうのもあるんですけど、うん、なんか結局なんだろうエンディング来て言葉にならない、そう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 なんかそのシリーズの最中、うん、更新してる最中に、うん、なんか風呂入りながらとか、うん、シャワー浴びながらもしくは寝る直前とか、うん、なんかエンディングでこういうこと言おうかなみたいなことチラッて考えたりするんですけど、うんうん、まあ忘れてますよねいざ迎えたらそうなんだよね。あれなんだろうな、メモってても、うん、そのエンディングトークになった時に達成感とかでもうメモってることを忘れてるんですよね。そう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 。ラスボス倒して、ああ強かった、勝ってよかった、いい話やった、でもなんか、うん、全部飛ぶんですよね。そうそう。あれね、まあ、ラスボスが簡単だったりしたら、うん、ちゃんと整理したままいけんのかもしんないけど、やっぱそこに全集中力を注ぎ込むからもうね勝った時にはもう真っ白っていうもう本当にもう真っ白になってますからね、うん、出ますよね。真っ白になってるかもう恍惚とした表情を浮かべてるか、うん、確かにな。僕の場合いつも、はい、あのエンディングの時頭真っ白になりながら喋ってるんですけど、うんうん、あのそれが怖くて、うん、あのその最終回の動画は編集以外では編集した時以外では見ないですからね見返さない見返さない、もう何言ってるかもわからないでいいやと思ってもうこの最終回のこの部分はもう、うん、自分は知らなくていいやと思って自分が何言ったかをもう整理してない、その感じた感情をそのまま言葉にしただけの真っ白になりながら喋ったことがもう、うん、もう俺じゃないんかなみたいな確かにな、そこに意味なんてなくていいのかもしんない。うん、あとたまにエンディングが2回やるやつとか、うん、あれちょっとどうしようかなって困りったりしますね。ありますね。なんか、うん、ボスを倒したと思ったら今度はねなんかそうそうそう、ちょっと強いやつが出てきてとか、うん、黒幕がいたりしてみたいな。そうそう、わかるかどうかわからんけど、あのドラクエ3のやつとか、うん、って感じで、おお、一回エンディング迎えたかなと思うタイミングがあるんですよ。はい。そういう時ってまあなんかそのあもうこれ終わりでしょって思って感想とか喋るんですよ。はい。そしたらまだなんかいましたみたいな、うん、なんかそういう二段構えになるとその本当に真のエンディングの時何喋るみたいなまあその追加した部分追加された部分を喋ればいいと思うんですけど、うん、最近やようあるのは DLC とかのやつですね、はい、あ DLC で新たなエンディングみたいな、うんうんうん、怖いなそれ、それ当たったなもう最初の方で最初の1個目のやつでもう全部吐き出してしもうたみたいなじゃあもうそもそもの話聞いてもいいですか。そもそも、はいはい、酒屋さんの、はい、ゲーム実況を始めたきっかけって何ですか。きっかけか、
はい、そもそもですね。そもそものとこ来ましたね、はい、始めたのが2020年の8月29日に、はい、このゲームチャンネルを開設されてますよね。そうなんですけど、はい、実はこの前にも1個チャンネルがあったんですよね。おお、ほうほうほう、そうなんですよ。え、それは同じようにゲームチャンネルっていうことですか？あ、そうです、そうです。内容としては、はい、この8月な何日でしたっけ？8月の29日、29日、はい、その8月29日時点に上がってる動画たちが上がってた、はい、チャンネルがありまして。ああ、はい、うんうんうん、お引越しですね。なるほど。開始2ヶ月ほどでお引越ししました。はあ、ははあ、2ヶ月かな、1ヶ月半かな、1ヶ月くらいかな、分からんけど。っていうのも、はいはい、活動名の問題がいろいろありまして、はい、あの1本目の動画で、はい、1本挨拶するじゃないですか。はい、挨拶しますね。っていうか毎回マイパート挨拶するじゃないですか、基本。はい、僕は基本的に挨拶はしないので。おお。でもさすがに1個目の動画はいるかなと思って、はい、撮ったんですね、それで、はい、名前言うて、はい、でその時決めてた実況の、まあ、活動名、はい、活動名を撮る前にまずエゴサというか、まあ、同じような人がいないかとか。あ、名前どんだけいるんやろこの人みたいな感じで調べたんですよ。うんうんうん。でそれで YouTube 上でその名前使ってる人が全くいなかったんで、お、でそれで、まあ、挨拶して撮って投稿してたんですよ、はい、1本目だけ1本目だけ1本目だけ挨拶して、それをそのシリーズを投稿してたんですね、はい、そしたら投稿し始めた、んー、何日ぶり、何日ぶり、何日ぐらいやろ、おう、なんかすぐに、はい、ちょっと YouTube でまた自分の名前調べたら、はい、なんか同じ名前のチャンネルが出来上がってて、ん別の全く知らん人のチャンネルなんですけど、はい、ちょうど同じタイミングで始めたっていうことなんですかね。そうですそうです、その僕が YouTube で名前いないか調べて、はい、動画を撮って、はい、でそこから投稿するまでの間になんか新しく同じ名前のチャンネルが出来上がってて、ほうほうほう。でなんか、まあ、お互いそのチャンネルもすごい、うん、なんか作りたてのところやったんで、はい、まあなんか、まあ、お互い全然そんな問題はないとは思うんですけども、さすがに大きな、めちゃめちゃ大きなところの名前パクりましたみたいな感じにならないから、はい、よかったとは思うんですけども、はい、あ、なんかちょっとどうなんかなって思って一旦こっちが身を引いて、あ、そう、新しく作ってこのチャンネルを、うんうん、でそのパート1の自己紹介のところだけまた別で撮って、お、別で新しく撮ってそこだけ差し替えてドバッと。なるほど。だからよう見たらその投稿したての日にいっぱい動画出してるんですよ。おうおうおうおお。そんな感じで、まあ、このチャンネルが出来上がったわけなんですけど。なるほど。いや、名前探すの大変でしたよ。どんな名前にしようかと。じゃあもうこれも聞いちゃっていいのかな。はい。なんで日下谷なんですか。なんでなんでしょうね。なんかね、まあまあまあ、うん、はい、話聞くと、うん、全然前は違ったってことは本名ではないってことですよね、はい、そうですね、これが本名ではないんですけど、まあ本名と思ってくれても差し支えはないですね、うん、そうだっすね。そうだすよね、うん、まあ、はい、本名に関係、全く関係ないかと言われたらそうでもないんですけど、あ、まあでも本名ってでは全くないので、ああ、じゃあもう本名でいいやと思って、
これが本名です。もうこれが本名でいいです。もうよく言われるんですけど、ね、名前っぽいから、うん、僕も名前っぽいやつなんとかつけてやってるんで、うん、名前っぽいかついなそうな、うん、なるほどね、うん、だからもうこれが本名です皆さん。本名をそのままつけられたと、そういうことですね。なるほど、はい、そうしましょう。じゃああれなんですね、もう2020年の6月とか、はい、そんぐらいに始められたんですね。そうですね、確か6月の中旬ぐらいやったかな、はい、ああ、そう、最初のシリーズのゼノブレイドのなんかリマスターみたいなやつが5月の末に出て、うんうん、おお、でとりあえず撮ろうとし頑張って全然うまいこといかんくて、おお、最初はそうっすよね。そうそうそう、撮るときもよう分かれへんし、うん、編集もよう分かれへんし、うんうん、編集言うてもカットするだけなんですけど、うん、それもよう分からんかったんで、うん、めっちゃご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 ちゃやってるうちに、うん、まあ半月ぐらい過ぎまして、おお、てな感じですね。なるほど、まあ、ここら辺のお話は以前に僕の配信でも何回か言ってるんで、はい、もう全然広めてもらって大丈夫です。広めさせていただきます。大々的に流しちゃってくれて大丈夫です。わかりました。ちなみにそのちょっと戻るんですけど、はい、きっかけっていうのはもともとゲームが好きだったとかそういうことなんですか？いや、ちょっと違くて、はい、もともとはゲームをプレイしてる動画が好きというか、はい、あ、面白いなと思って、うん、でまあなんか僕今までゲームとかに全然触れてこなかった人間なんですね、はい、やりたかったけどやらなかった人。おお、あえて。そうなんですよ、あえてというか、まあ環境的にというか、はい、ああ、なんかまあ面白そうではあるけど、はい、まあ、そこまで別にいいよねみたいな。うん、あのどっちかというと僕それまでスポーツ少年やったんで、うん、あんましなんか面白いもんとは分かってるけど、うん、そこまでなんかやりに行きたいみたいな感じではなかったんですね。うん、でそれもあって結構同年代のやつらとの話が合わなくて、うんうんうん、やっぱみんな流行りのゲームとか、うん、なんかここどうやってクリアしたとかっていう話やっぱするじゃないですか、小学校とか。しますね、うん、そういうのでそういう話に乗れなかったんですよね今までずっと、うん、よくわからんくて、うん、何それみたいな感じで、うんうん、なんかそれがなんかまあずっと残ってたんでしょうね、あのやろうって思った時に。あ、なんかそれがちょっと悔しかったのか知らないですけど、うんうん、じゃあその頃流行ったゲームとか、うん、どうせやったらやってみようかと、うん、まあ、割と自由な年になったし、おっていうので、まあなんかゲームをまず始めようと、ゲームにハマってみようと、うん、したわけですよ。なるほど、うん、ちょうどそれはスイッチ買ったぐらいの頃ですね。おう、ああ、スイッチのタイミングと一緒だったんですね。うん、そうそうそう。あ、で、まあ、やるなら、なんか、記録的なものつけたいなと。うん。なんか、記録的なものつけた方が面白いんじゃないかって思って、まあ、なんかこういう動画とか撮り始めたって感じですね。はあ。あ、じゃあ、もともとなんか、その、ゲーム実況やってやるぞっていう感じで始めたんじゃないんですね。あ、なんかそんな感じです。はあ。だからっていうわけではないんですけど、はい、あの文字上で僕タグとか、はい、あの、あ、ツイッターのユーザー名とかにゲーム実況とかつけてますけど、はい、あの口で自分で言うのはものすごく嫌なんですよね。なんか基本的にあの、はい、見返してもらったらっていうか、まあ、膨大な量になるんであれですけど、はい、あの動画中ではもう僕動画って言ってるんですよね、ずっと。おお。
なんか自分で言うのもなんかおこがましいなみたいな。あ、実況とかそういうくくりにせずに、そうそうそう、ただの動画ですよっていう、うん、まあタグとか使ってるからどうやねんそれってなるけど、はい、だからなんか、うん、まだ言うのに抵抗があるというか、はい、人のまあそういう動画のことをゲーム実況とかは全然言えるんですけど、はい、ね、自分のことになるとなんかちょっとむずがやくて言えないんですよまだ、うん、そうなんすね。そうなんです。それは何が引っかかってるんですかね。なんかこんなものが、はい、自分が見たことがあるようなあれと同じではないんじゃないのかみたいな感じのものがずっと引っかかってるというか。あ、クオリティってことですか。クオリティというか、まあそうですね、はい、クオリティとか、まあ、形式とか、はあ、なんか未だに認められないみたいな感じのものが残って、まあ、あの例えば配信とかで、はい、まあ、大人数でコラボ配信みたいな、うん、やる場合になんか紹介とかあるじゃないですか。 ありますね、うん、あの時はなんかまあ頑張って言えるんですよああまあ、言ってない時はあるんですけど、動画投稿してますって言ってる時はあるんですけど、はい、だからなんか未だにちょっとなんか奥歯が痒くなるんですよね、言おうとした時にいや確かになんかどっから実況者って名乗っていいのかなっていうラインはちょっとありますよね、うん、やっぱそうなんですよね、うん、まあ、まあ別に名乗ってもいいとは思ってるんですけど、うん、あのなんか言うのに抵抗が言葉に出すのが抵抗があるみたいな、まあちょっとよくわかんないやつなんですけどね、うん、これは、うん、私もなんか、うん、自分が実況者だって胸張って言えるかっていうとそうでもないですからねやっぱりやっぱみんなそうですよね、うん、人によるかもやけどなんかちょっと、うん、うっうってなりますよね。なりますねみたいな感じでゲーム実況みたいな感じです若干濁さないとちょっと恥ずかしいこっぱずかしい部分。そもそも僕、まあ、さっきも言いましたけど、はい、日記的な感じで始めたんで、うん、それもなんかやっぱあるんですかね、うん、そういうところに。大丈夫ですかね、ちょっと話になってますかね。僕あんまり考えてないんで、考えてるんであのね、私も今回ちょっとそんなに整理しきれてない部分があって、うん、っていうのも久谷さんのゲーム実況って、はい、あまり自分を出さないんですよね。そうですね、私が言うのもあれなんですけど本当ですよ。久谷さんってあんまり自分を出さないから、うん、その実況見ててどこを突っ込んでいいのかなっていうのが、まあ突っ込んでいい場所は全部ですよ突っ込んでもらうのはもう全部突っ込んでもらっていいですよ。どうしようかな、私生活は見えないっすよね。それはお互い様ですね本当ですか、うん、私もそうか。そうですよ、気づいてないかもしれないですけど。いや全然気づいてないっすねツイッターも似たような感じですもん、投稿しました投稿しましたのツイートばっかりでしょ。そうっすねいやだからそれもあって、うん、最近あのちょっとスプラトゥーンっていう、はい、その視聴者さんと絡めそうな話題を、うん、今ねたまたま持ってるので、それに関していろいろつぶやいたりしてるんですけど、うん、どうしても事務的になっちゃうんですよね、だんだん。ですよね、うん、いやなんかそのガチマッチとかやってて、うん、A プラスいったとか、うん、やっといけましたみたいなつぶやきしても、うんうんうん、これってただの私の自慢話になっちゃうんじゃないかなとか
だからってみんな思ってんじゃないかなとか。はいはいはい。いいねいただけるんですけど、うん、そんな興味ないよなこのツイートっていうのがあって。それでめっちゃわかりますわ。わかります？わかりますわ。なんか、はい、僕もね、なんかもっとね、私生活感があるものをね、うん、みんなになんか、うん、この公共の場に、うん、ポロッとこぼしたいんですけど、うんうん、これ興味ないよなと思って、これに関して、自分やったら絶対にスクロールしちゃうなっていう、うん、そうなんですよ。なんか自分やとどうするかみたいなこと考えちゃって、うん、やらなかったりとか、うん、特にそういうなんか、うん、公開しますっていう部分に関しては、うん、だから動画でもなんか自分のこと喋るよりかは、うん、ね、その世界観についてのことをなんかダラダラと言ったりする方がすごい楽というか、うん、そうそうそう。でたまになんかその、うん、今やってる内容になんか自分の私生活がちょっと重なったようなタイミングがあれば、うん、あ、なんかそういえばこの間こんなことしたみたいなことを言おうかなと常に狙ってます、うん、ああ、そこら辺のアンテナはちゃんと、はい、ありながら、ただまだできておりませんなかなかないっすよね。そう、ファンタジーに私生活が重なるって大事ですからねそうそう、本当にそういえば俺この間二の国行ったわとか言わないですもんねいや言えたら面白いだろうなみたいな感じですわ。なんか昔こういうことやったなみたいな、うんうん、なんか例えばその世界の中の子供たちが遊んでる内容とか見て、うん、あ、そういえばこんなあったよなみたいな、そういうことは言いますけど、あ、うん、今現在のことに関して、うん、言う勇気はないですねいや、なかなか今とシンクロするっていうのは、うん、珍しいというかね、あっても気づかなかったり、うん、どんな生活を送ってるいやー、そっか、なんかでも同じような悩みというかね、うん、感覚は持ってるんだなっていうね、ちょっと安心しましたね。そうですか今まで何やと思ってますか。いやいや、私以外にもこういう風に思ってる方がいるんだっていう。ああ、そういうことね。そうそうそう。自分の仲間がいたってことね。そう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 。あ、よかったよかった。エキサイアさんのことをなんか機械だっていう風に思ってたわけじゃないですよ。なるほど。ちゃんと血が通ってるんやな。オイルじゃなかったんやなっていうことではない、ね。そういうことじゃないです。あ、なるほど。ちょっと思ってましたけど。まあちょっと含まれてますけどね、オイル含まれてんだ。含まれてますね、生首に。うん、そうです、もうここ循環してるんでここに全ての臓器詰まってるんで。あ、そうなんだ。そう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 、見えてないわけじゃないですね、うん、本当に生首だけの存在なんですねまあこのアイコンもまあ適当なんで、適当って言ったらこのアイコン作ってくれた方に迷惑なんですけど、この元になったアイコンはもう適当なんでさっきあのちらっと見たんですけど、はい、最初の方の古い動画の方に、はい、その元となった、はい、久川さん生首画像がサムネに使われてましたね、うん、配信とか、うん、まあ主に配信でしか使わないか。これは自分で書かれたっていうことですか？そうなんですよ、実は。奇跡的に僕が人間の顔を描けたっていうので嬉しくて、はい、アイコンにしちゃいました。え、そう、なぜ生首にしようってなったんですか？それはもう簡単ですよ。お首から下が描けないからですよ。画力
記憶の問題ですか。そうです、たまたま奇跡が起きて、はい、人の顔っぽいものが描けたからアイコンにしたわけで、はい、なんかよく間違われるんですけど、これ似顔絵でもなんでもないんですからね。こういうキャラクターにしよう、こういうキャラクターにしようとかっていう思い全くないですからね。いやもう完全にこれが久川さんの顔なんだろうなって思いながら見てましたけどね。違うんだ。実は違うんです。なんか最初は、はい、アイコンなかったんですよ。おお。アイコンなくて、でさすがになんか生き物の感じ出した方がいいかなと思って、うんうん、でまあなんかとりあえず顔を作ってみようと、お絵の描けない僕が頑張った結果、なんか顔に見えるものができたんで、はい、それをアイコンにしました。あ、人の絵が描けたっていう喜びからの、あ顔に見えるでしょ、だって、お見えます。あほら嬉しいでしょ、元画像の方の嬉しいでしょ、人の顔を描いて人の顔に見えるって言われたら嬉しいじゃないですか、やっぱ。あーうん、そうっすね。で今に至ります。なるほど、何やかんやって、うん、そういうことだったんですね。このメガネとか特徴ありますけど、はい、あなんかこだわりってあったんですか。それはあれですね、顔面にスペースがあったからメガネでいっかと思って。あなんか自分が愛用してるめっちゃ気に入ってるメガネがこんな感じとか、そういうわけでもない。あではないです。あなメガネじゃないです。こんな下しかないようなやつじゃないです。いやちょっとますます久川さんがよくわかんない。そうよくわからないからこういうまあなんかデコイみたいなものを立ててるんですよ。デコイのせいみたいな、イメージ図みたいな。ああ本当は右下とかに米印でこれはイメージですって書いた方がいいのかもしれんけど、はい、ちょっとアイコンじゃ文字見づらいかなと思って。ああまあちょっと短い時間ですけど、この1時間ぐらいで分かったことといったら、はい、このアイコンの顔がデコイで、はい、久川っていう名前もそんなになんか深い意味があるわけではないっていう、なんかそうで、ね、何が本当なんだろうっていう。僕も分かんないです。普段ツイッターとかでも写真とか載っけへんから、うん、それはジェイキーさんも一緒ですけど。そうですね。あでも私はあれっすよ、お酒の写真とかあげますからね。え、なんか載っけてます？お酒の写真とか、あと、はいはいはい、動画で実写動画出してますからね、はい、マジっすか。手だけの、え見たかな。え、多分出ないかな。だいぶ前ですけどね。だいぶ前か。うん。たまに人のチャンネルの昔の動画とかチラッと見たりするんですけど。はい、うんうん。知ってるゲームやったら。うん。見たかな、ジェイキーさんの昔のやつ。昔って言っても1年前までいかないかな。ちょっと探してみよう。あつ森の開封動画。ああ、開封動画はそりゃねえ。それで手のっけないのかなり無理や。チャレンジャーですね。うん、これが出ましたっていう画像だけのっけるのはちょっと。え、いつぐらいやろ。だったかな。いやだから居酒屋さんよりはちょっと出してますよ。あ
いやでも僕もね、僕も、はい、僕もですよ、僕もちゃんと乗っけてますからね。え言って、え何をですか。えツイッターで写真乗っけてますからね。え写真、親指、親指親指乗っけてますから。あれありましたっけ、そんな貴重なあの僕、はい、趣味っていうか、はい、あの昔その編集ソフトで、はい、なんかレンダリング、なんかようわからんけど、はい、動画にするやつ、うん、やってる時間結構長かったんですよね、うんうん、なんか編集ソフト調子悪くて、はい、30分の動画をあのやるのに、はい、30分以上絶対かかってたんで、あやばい時1時間ぐらいかかってましたからだいぶですね。今もその同じやつ使ってるんですけど、最近めっちゃ早いんですよね、なんでか知らんけど。ほう。でその待ってる時間めっちゃ暇やったから、はい、なんかできる趣味ないかなと思って、はい、あの昔からちょいちょいやってた切り絵を、ほう、いやちょっとこの時間やってみようと思って切り絵やってた、切り絵です、はい、でそれが出来上がった時の写真が、まあ、持ってるんですけど、はいはい、片手でその絵を持って片手で携帯で写真撮ってるやつがあるんですけど、おそれやったら親指に乗ってますね皮膚の露出はそのぐらいかな。それはもう徹底して自分で載せないようにしてるんですか。っていうか、まあ載せるものがないっていうか、あ載せるほどのものがないっていうのが、うんうん、まあ、理由ですね。あ私生活も超充実してたら、はい、もっと肌の露出はある、露出はあるかもしれないですけど、はい、いやそうっすよね。なんかやっぱり撮らない人って撮るべきものがない人なのかもしれないなって、うん、私もそうだから思うんですけど、なんかまあそこのハードルが高いみたいな、うん、これ撮ろっかなって思う人と、これぐらいやったらまあいらんでしょっていう、うん、そうそうそうやっぱそのハードルが私よりもさらに高いのかもしれない久川さんですね。ああ、いやだからそんぐらい本当に久川さん謎に包まれてるんですよ。そうですね、まあ基本的に自分のこと言わないんで、うんうん、一応ですけど性別もまた、はい、非公開なんで。ああそっかそっか、はい、完全に男だと思って喋ってましたけど女性の可能性も全然ありますから、ね、ありますか。ありますあります。久川さんご自身では分かってる。僕自身でも分からないかもしれないですね。あそこまで謎なんですねまあそんなことはどうでもいいんですよ、僕が何も写真とか撮らないとかそういう話はいいんですよいやそういうのが気になるんですよ久川さんやっぱりちょっと謎が多すぎるんで。そうですかね。おお、いややっぱね他の実況者さんとはね違うなっていうのがもう語彙力一本で勝負してるじゃないですか久川さん。そんなことないっすよそんななんか侍みたいなことしてないですよ俺は喋りだけで行くんだっていう蛍る意志を感じるんですよね動画見てて。やっぱりそれはそんなやつおったらすごいかっこいいけど少なくとも僕じゃないですよいやでもねさっきも最初の方も話してましたけど、はい、やっぱカットもそんなに入れないし永遠喋ってるし、でなおかつちょいちょいなんかそのエッジの聞いたことをポロリと出すじゃないですか、はい、尖ってますそんな角そんな角尖ってました。いやもう鋭いのがねたまにポンって出てああうまいこと言うなって感心したりするんですけど。どうなんやそうなんや
なんかこういう場やけど言われたら嬉しいな。いや、 やっぱね、語彙力センスだけで行く人は違うなってちょっとね。やめて。もう手出そう。そんな。もう毎日どっかの皮膚の写真あげますわ、はい、じゃあ。いやー楽しみだな。皮膚の写真。皮膚の1日1皮膚写真。お。まあ、それやるなら、まあ、ジェイキーさんも一緒に、やります？どうですか、一緒に。一緒に、今日のこれはどこの部位でしょうっていう。そう。それ、フォロワー減りそうだな。こいつ、フォローしててもしょうもないなって思われそうだな。特に僕ならまだしも、ジェイキーさんはダメでしょ。それやっちゃう。ちょっと紫色の毛皮を用意しないとな。そういうことも言っちゃダメでしょ、本来は。いや、本来今ね、人型で活動してるから、なるほど。変身できるんで大丈夫なんですけど。ああ、よかった。そう。よかった。変身能力欲しいな、僕も。ね、今やっぱ練習とかしたんすか？練習はもう必要なかったですね。生まれつき、あ、才能か。そう、どっちでもいける。うわ、絶対よ、才能型。そう。もう努力してるやつのことを何も考えてへんやつ。久々さんは努力されてるんですか？努力してますよ、そりゃ。体を生やそうと。もういつ入るかなっても楽しみにしてるんですけど、なかなか。そう、毎日水やってるし、あの栄養剤、あの緑のボトルもさしてるのに、おお、生えてこないんすわ。生えないですか。なかなか手強いっすね。手強いんですよね。移動もしづらいし。どうやって移動してんだ。髪の毛が伸びて、髪の毛が代わりに。ああ、そう。そっちパターンか。そうです。はあ。あのポケモンで言うとドヒドイデみたいな感じですね。ビジュアルは。ドヒドイデ。ドヒドイデっていう、まあ調べてもらったらあるんですけど。ああ。ああ。髪の毛で動いてるんですね。そうです。こんな感じ。まさに。ああ。なるほど。こんな適当でいいんですか？この動画。大丈夫ですよ。大丈夫ですか？もう、バッサリカットされてたら泣きますよ、僕。この子も、ちょっとドヒドイデの下り、挟んでいきますからね。カットできないよ。カットできない。例えばさっきのドヒドイデの話なんですけど、つって。いや、カットできないんか。すげえやった、これ。カット対象か。画像入れるのも、あれ、版権があるから、どうかなって思うし。なるほど。じゃあ、あれですよ。検索してみようっつって、そうですね、入れるしかないですね。そっか、これ、はい、僕のさじ加減でジェイキーさんの編集具合を変えることができる。そうですね、コントロールできますよ。なるほど。ちょっといっぱいなんか言うて、画像とか文章とかを入れまくるような感じにしようかな。うわ、オクラになる可能性ありますよ。ごめんなさい、もうおとなしくしてます。なかったことにされるのは嫌や。ちなみに久川さんの画像の背景の色って水色じゃないですか。はい。これはドヒドイデをイメージしてるっていうことですかね。早速挟んできましたね。自分から挟んできましたね。
ドヒドヒでではないですけどね。あ、違うんだ。違いますよ、そりゃ。なるほど。今、パッて思いついたのがそれやったんで。別に公式設定じゃないですからね、その髪の毛で移動するとかは。あ、違うんすか。違いますよ、そりゃ。じゃあ、ちょっと、していきましょう。していく。まあまあ。腕立てから始めるか、じゃあ。そうっすね。鍛えていただいて。うん。髪筋つくかもしれんし。いいっすね。じゃあ、明日から髪の毛の様子を、はい。写真で撮っていただいて。ああ、なるほど。100日後にマッチョになる髪の毛みたいな感じで。ああ、最高じゃないですか。いいっすね。こっからじゃあ、ゲームの話をしていきましょうか。あ、やっとゲームの話しますか。はい、行きましょう。はい、久賀さんの、はい、なんか一番思い入れのあるゲームとかって聞いてもいいですか。思い入れ、あの動画回とかでもいいですか。はい、動画にしてないやつとかでも。あ、もう全然何でも。あ、なるほど。ダークソウルですね。あー、やっぱそこなんだ。ダークソウルにハマったのが、まあそもそもゲームにハマるというか、はい、うん、よしゲームやろうってなったようなもんなんで、はい、やっぱダークソウルですかね。これはダークソウルは、はい、実況されてますよね。あ、そうですね、配信でやってましたね。うん、うん、そのはるか昔ですね。あ、はるか昔。はるか昔です。ほう、このスイッチ版のダークソウルが発売されたぐらいですね。おお、あ、じゃあもうだいぶ前だ。はい。おお、それはまたなんでダークソウルやろうと思ったんですか。すごいなんかとっつきにくいゲームというか、うん、めちゃくちゃ難しそうだしっていうイメージがあるんですけど。はいはい、うんうん、そうですね。まあ死にゲーって言われてますから。はい。まあ、それも今の活動してるというか、まあ今出してる動画たちにも言えたことなんですけど、はいはい、割と死にゲーが好きなんですよね。おお、もう最初からというか、まあ、ゲームする前から、はい、っていうのが一番でかいかな。おお、いやでも実際難しくないですか。その全然それまでゲーム触ってなかったんですよね。そうですね、まあ全くというか、まあ、はい、本当に点々とやる感じですね。うん、最近とかはもうほとんどやらなかったんで、うん、一番新しくても Wii U のスプラの時ですね。そこから、まあ、ゲームに触る時間が増えて、うん、まあ、それも発売当初じゃなくて、うん、結構もう終わって最後のフェス前ぐらいに始めて、おでそこからもうずっとスプラやってて、はい、次にスイッチが発売されて、はい、で、まあ、その時もうスプラ2がスイッチで出るって分かってたんで、はい、まあ、それ目的で買ったんですけど。あ、スプラ目的だったんですね。そうそうそう、だから最悪もうスプラ、Wii U 自体もスプラだけで終わったんですよ、はい、やったゲームが。え、本当にスプラトゥーンだけしかやんなかったんですか。そうです。なんか突然スプラトゥーンやりてえと思って、はい、本体とソフト買ってやってたんで、はい、でやってみたらもうすぐなんかフェスが終わるって、はい、ラストのフェスやって言って、おお、そうで2が出るってことになって、じゃあもうスイッチも買ってやろうって、はい、うん、なったんですけど、はい、スイッチ当時めっちゃ品薄で全然買えなかったんですよね。そうですね、まあ、発売当初なんですけど、うん、発売当初からずっと買えなくて、うん、で、まあ、なんかたまたま手に入ったんですよ。おう、たまたま手に入った。予約とか抽選とかそういうのになんか応募してるわけじゃなかったんですけど、たまたま近くの、はい、まあ、そういう電気屋的なところに、あー、1個だけ在庫があってっていうので、そうそうそう、でそれと、はい、プラはまだ先やから、うん、それまでなんか暇やなと思って、はい、ゼルダのブレス・オブ・ザ・ワイルド、ああ、はいはいはい、
を買って、うん、そっからまあゲームに慣れていったというか、それでゲームに慣れたみたいな感じ、ね、あレス・オブ・ザ・ワイルドで、はい、ゲームに慣れていくってなかなかっすねそうですか。あれはなんか難しいし、かなり何していいかわからないとか、そういう声もよく聞いたりしますもんね。あ、まあオープンワールド、まあ、当時オープンワールドっていう言葉すら知らなかったんですけど、うん、まあ、何でも自由にできるみたいな感じやったから、はい、まあ、めっちゃ時間かけてやってはいたんですけど、はい、でまあそのうちスプラも発売されて、スプラを本格的にやるようになって、まあその時はもうゼルダをほったらかしで、うん、まだ途中やったんですけど、あ途中やったんですね、途中やったんですけど、はい、ほったらかしにして、はい、スプラやり始めて、うん、でそこからあの前からはい、なんか友達にお前これやったらハマるやろって言われてて、買ったのがダークソウルなんですよ。おなんかお前これ好きそうやなってずっと言われてて、はいはい、じゃあちょっとやってみようってやったら、まあ見事にハマって、はあ全然進まんけど面白いってなって、はい、っていうことでまあ一番やってってよかったというか印象に残ってるって言ったら、まあダークソウルになるんかなそっからまあ本格的になんか新しく出るゲームをチェックするようになったりとか、うん、になったからまあそれかな。あじゃあもう本当にゲームにのめり込むきっかけになったのがダークソウルだったんですね。そうですね。あもう何周もして、はい、何周もして、でもうそれこそスプラ目的で買ったスイッチですけど、はい、最終的にはもうダークソウルずっとやってるような状態になっちゃって、そのダークソウルのどこに惹かれたんですか？やっぱ世界観というか、おう、あの中世ヨーロッパが好きなんで、うん、あの感じすごいなんか中二心をくすぐられるというか、うん、っていうのが一番ですねやっぱ。うん、セキロもちょっとやったんですけど、はい、なんかいまいちハマんなかったんであ日本だからそうそうそうセキロはセキロですごい面白いんですけど、はい、なんかもっとなんかバケモンが出てきてほしいなみたいな。あ結構あれチャンバラじゃないですか、うんうんうん、だからなんかやべえ怪物とか、うん、できてほしいなっていうのがありましたね。なるほど。いやでもなんか意外ですね、そのスイッチ、はい、でもともとスプラやってたって言ってたじゃないですか。はい、スプラも相当やられてますよね。スプラも相当やってますね、時間だけで言うたら。ああもうだってね、ランクも99いってて星をつけるかつけないかでつけない方を選んでる状態っていうそのぐらいかなりドハマりしてるのに、プラスでダークソウルがそっちの方がさもっとハマっちゃうっていう。うん、時間で言うたら、まあ、スプラの方が長いっちゃ長いんですけど、はい、あれはなんか練習したりする時間があるから、うんうん、やけどなんかのめり込んだ具合で言うたらダークソウルの方ですね。はあ、やっぱりなんか世界観っていうのが相当ハマったんすね、うん、そうなんですよね。はああのほんまに、うん、なんか暗い雰囲気が好きなんで。前にね久川さんとはいちょっとお話しする機会があった時に、はい、その中世ヨーロッパプラス、はい、スチームパンク、はい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 、めっちゃいいよねっていう話で盛り上がったことが あったと思うんですけど、男の子みんな好きでしょ。うん、間違いないその時にね、はい、あのエルデンリングをやるかもっていう話を、あ、はい、ちょっとしたと思うんですけど、はい、あれはどうなりました？あれはね今、はい、あのプレステ5を、はい、まあ、見事に当選したことによって変えたんですけど、はいはい、まだ1回もゲームできてないんですよね
え、プレステ5？ プレステ5積んでるんすか、プレステ5を。あの、ま、これはすごくあの動画投稿者ならではなやつなんですけど、はい、キャプチャーボード、はい、につなげて、ま、画面に映すじゃないですか、やっぱ録画するとき、はい、そうですね。そうなんですよ。でそれであのケーブルを差し替えるのめんどくさいじゃないですか、やっぱあのスイッチ、うん、プレステ5で、あるあるある。でそれで、うん、なんか切り替え機みたいなやつを買ったんですよ、うん、で買っていざ映そうと思ったら、はい、なぜかプレステ5だけ映らんくて、あら、今も現在進行形で困ってることなんですけど、まあ、これを見てる方で詳しい方がいらっしゃったらぜひともぜひとも僕一旦の DM まで教えてほしいんですけど映んない切り替え機にはプレステ5で動作するの確認済みみたいな感じで書いてあって、はい、でなんで映らんのかが全然分かんなくて、あ、電力が足りてへんのかなとか、今使ってるやつがパソコンからの電力でやるやつなんですよね、はい、うんうん、やけどなんかまあ外部でしっかりとコンセントから 電力取った方がいいのか、電源取った方がいいのかとか思って、今ちょっとまあ調べてる最中というか、まあほっぽり出してる最中というか、おっていうことでまだちゃんとできてないんですよね。エルデンリングもそうですけど、はい、あとはもうあのデモンズソウルとかあるんですけど、まだできてない状態です、はい、それって切り替え機をかませなければ大丈夫とか、はい、そういう話じゃないですか。切り替え機をかまさなければ大丈夫ですね。大丈夫なんだ。大丈夫だと思います。多分結構僕の環境ひどくて、はい、今かろうじてスイッチは映ってるんですけど、はい、映らない日もあるんですよね。日によって。あ、そうだ、なんか一緒にそのね、私が配信やってる時にたまに遊びに来ていただけるんですけど、うん、その時にね、あのスイッチ起動しないんでちょっと待ってくださいみたいなね。そうそうそう。だとかなんか、はい、挨拶だけして、はい、で参加いいですかみたいなコメントまでのラグが結構あると思うんですけど、はい、そういう時って大体あれなんかつかへんなつかへんなってずっとぐちゃ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 やってる時間ですね。ほんまはあの、はい、こんばんはっつって参加いいですかっていう流れが一番いいんですけど、うん、はい、やろうとしてるんですけど、はい、なんかできないんですよね。なんですかねそれ。なんなんでしょう本当に。こっからは久賀さんの再生リストのお話をちょっとさせていただければなと。ちゃいます。はい、ちょっと触れていましたが、はい、最初にやったのがゼノブレイド。はい、もうつたないやつですけど。ああ、RPG ですね、王道の RPG です。まあこれがあったからもう最後の一押しで始めたっていうのなんですけど、はい、うん、まあ、思い出深いシリーズになりますね、うん、本当に何もわからない時にやったやつなんで、うん、いやこのシリーズもめちゃくちゃ長いっすね。68まで行きましたが、シャープ2。そうですね、追加のエピソードも含めて。おお、まあ、尺とかもよく分かってない頃やったんで、はい、まあ、無駄に伸びちゃったなっていう感じは今から見たら、うん、無駄なパートというか、うん、最初の方はねちょっと、うん、どっからどこまでがいるんだろうっていうので、うん、使わない部分で喋っちゃったりして、うん、いやでもこの喋り残したいなっていうので残したりとかいろいろねちょっと難しい部分があったりして、いやでも68まで最初の動画で行くのはすごいなって思って、始めちゃったから最後まではやらないとダメでしょっていう感じでやってました。うん、責任感だね。
まあ、もちろんやってて楽しかったんですけど、はい、やっぱ RPG の動画とかされてる方やったら絶対わかると思う、まあ、RPG に限らずなんですけど、はい、めっちゃ面白いゲームでも、はい、こう動画にすると絶対にあれこれって面白いんかな、この動画って面白いんかなって思うタイミングがあるんですよね。あります、うん、なんか好きなことが一段落して、うん、とかそういうタイミングで、うん、なんかそこら辺も含めてなんかやってよかったなっていうシリーズではあるかな、うん、あ、非常に思い入れが深い、まあそうですね一番最初やったし、あ、そのまんまあれですもんね、ちょっと期間は空いて2もゼノブレイド2もやられて、うん、これはもう1が本当に面白くて、はい、っていうことですもんね。そうです。あ、でもっと言うと実は最初にやりたかったというか、うん、最初に目つけたのが2なんですよ。おお、あ、こんなんあるんやって思ったのが、まあそういうゲーム屋とか見てて、はい、それが2の方で、おお、で2やるなら、まあ、僕の性格上なんか順番にやりたい感じがあったんで、はい、2やるなら1もやるべきでしょって思ってたんですよね。なるほど。でちょうどそこでなんか初代のリマスターリメイク、うん、リマスターが出るってなって、うん、あ、じゃあもうこっから動画出そうってなったのがこれですね。あ、やっぱ対策 RPG ですからね。ね、こちらの2の方 も、ね、そう、うん、シャープ71まで、も追加エピソードというかダウンロードコンテンツも含めてですけど、はい、うん、本編だけじゃなくダウンロードコンテンツまで、もうこれはめっちゃ良かったんでみんなやってください。はあ、ジェキーさんもやってください。私ね、ゼノブレイダーやったことあるんですよ。そうなんすか。はい、もう個人的になんですけど、だいぶ前にその、うん、それこそあのリマスターの前の、はい、あれが発売した当初やって、いや、さすが、いや、うん、面白いなと思った記憶はあるんですが、うん、もうほぼほぼ忘れております。そんな感じで最初はゼノブレードから始まって、最初の方はでもホラーもやってたんですよね。実はやってるんですよ。おお、アムネシアなんか相当ホラーじゃないですか。いや、でもこれはそんな怖くなかったですよ。あ、そうなんですね。はい、なんか、はい、雰囲気ホラーみたいな感じで、はい、めっちゃ楽しめましたよ僕でも。普段ホラーとかやらん僕でも。おうおう、アムネシアってなんか怪物とかが襲ってどっかなんか徘徊しててみたいな、あ、そういう気づかれずに、そういう瞬間もありましたけど、はい、基本的にはほぼ探索ですかね。へえ、あの、あんまりなんかこれ言うとネタバレになっちゃうんですけど、はい、まあ、昔のゲームやからいいか。そうですね、ちょっとぐらいな、うん、なんか、はい、ずっと何かに追われるとかじゃなくて、はい、まあ、なんかこの燃料とかに気を配りながら、はい、あのこのゲーム、あの主人公が暗いとこがダメなんですよね。だから暗いとこにずっといると正気を保ってられなくて死ぬっていうことがあるんですけど、おお、なんかそこら辺の、まあ、明かりとかの確保を気をつけながら、はい、うん、ちょっと怖いところを歩き回るっていうのが主なんですよね。でその最中で、まあ、なんかギミックのある敵に襲われたりとか、うん、なんかそこの襲われるってか追われる系のところはそこまで難しくないというか、なんか若干精神的にストレスかなっていうレベルでずっとのしかかってくるぐらいなんで、お、そこが大丈夫ならこれはめちゃめちゃ面白いと思います。謎解きも多いし、あ、謎解きね、もう考える部分が多いんで、うん、あ、じゃあそこまで
めちゃくちゃなホラーっていうわけではないんですね。そうですね、雰囲気を楽しむホラーゲームって感じですね。へえ。なるほど。これも続編が出てるっぽいんで、うん、いずれはって感じなんですけど、うん、ホラーもまだやったりはされる予定なんですか？ホラーはそうですね、まあ、それこそ、うん、この間終わったバイオハザード、うん、あれのシリーズもどんどんやっていきたいなとは思っとるんで。おバイオハザードはホラーなんすかね、あれ。あれホラーなんすかね。完全に省いて喋ってました今。一応まあアムネシアがホラーと分類されるなら、はい、バイオハザードホラーでいいでしょって感じなんですけど。そうかそうか、同じ系統か。なんならこっちの方が襲われることが多いんで。あ、確かにそうか。あと僕続編とかを、はい、1年ぐらい開けるっていう謎ルール設けてるんですよ。おお。まあバイオハザードとかなんかすごいシリーズが多いやつとかは、はい、その、まあ、例外になるかもしれないけど、うん、基本的にはやりたい時にやってっていうのをベースに、うん、続編はちょっと間開けるっていう、うんうん、ルールみたいな設けてて。それはあの自分のチャンネル的になんか同じゲームばっか上がってると、うん、そういうそれだけの感じになっちゃうからみたいな、そういう配慮もあったりするんですか？というよりかは僕がずっとその、うん、そのなんていうそのシリーズできるんかなみたいな気が持つんかな。ああ。特にホラーとかは僕割とビビりながらやってるんで。ああ。心臓バクバク言わせながらやってるんで、あまりにも連続でシリーズやっちゃうと、うん、多分コッパみじんになっちゃうんですよね。そっか、自分のためでもあるんですね。そうです、自衛です、これは。はあ、なるほど。だから一緒に、うん、あのホラーをやってる裏で、うん、なんか別のもっとポップな明るいやつやってたりしますからね。でもダークな雰囲気のゲームが好きなんですよね。あ、そうですね。あ、過剰摂取はちょっとできないですけど。ああ、ちょっとずつね。ちょっとずつ。ああ、でこっから、まあ、ホラーもやりつつ、うん、でここで私が好きなね、はい、オリーとかが出てくるんですよね。オリーね。オリー&ザ・ウィル・オブ・ザ・ウィスプ。はい。これが、オリーの2作目の作品。そうなんですよ。うんうん。それを知らなくてやっちゃったんですよね、僕、これ。あ、そっか、だから2からなんだ。そう。あの、ナンバーがついてあったら、うん。もしかしたら最初の方からやったかもしれないけど、はい。わからずに。これこんなやつが出るんやと思ってやっちゃったんですよね。なるほど。新しく。うんうん。いや、これは本当に久谷さんを初めて知って、はい。このオリーから見始めたんですけど。お、ありがとうございます。うん。いや、面白いな。面白いこと言う人だなと思って。言うでも言うって僕個人的に、はい。でもこの頃って割とまだ、はい。今と比べたらって感じなんですけどね。ああ、やっぱね、自分で見るとね、うん、拙いなっていうのは最初の頃の動画思っちゃいますよね。そうそうそう、うん、で確かなんか、うん、初めて動画にした、うん、こういう横スクロールのアクションのアドベンチャーみたいな、うん、まあ、こういうなんかアリノス状に広がっていくマップをっていうような、うんうん、やったんで、うん、本当に勝手が分かんなかったんですよね、初めてやると。あ、うん、なんか進め方もよく分かってなかったりとか、話全然聞いてなかったりとか。だからちょっとね、まあすごいいいゲームではあったんですけど、はい、なんなら記憶消してもう一回やりたいなっていう、うん、感じですね、これは。あ、でもね、このゲームは本当にストーリーわかんなくても目だけでなんか、うん、あ、こういうことなんだろうなっていうのはちゃんと伝わってくる
基本キャラクター喋んないんで、うん、いやなんか不思議な世界観だけど、うん、なんかいいゲームですよね。めっちゃいいこれは、うん、もう万人にやってほしいなっていう、うん、テーマオリーとかやりつつ、ここら辺からその生放送、はい、ライブ配信的なのをやりだしてます。そうですね、ここら辺からかな。あ、この年の12月ぐらいから、うん、まあ、それもダークソウル3でちょっとテストプレイしたりとか、うんうん、テスト配信したりとか、うん、でちょっとこういう配信的なことを始めましたね。あ、なんか最初の方はすごい長い2時間ぐらいの配信とかしょっちゅうやってるっていう感じの。基本的に2時間はやってますね。おだいたい個人でやるときは、うん、9時とかから0時くらいまでやってるんで、うん、おマイクラはもうずっとやってるんですね。マイクラはそうですね、マイクラもずっと昔にあって、うん、でそっからなんかまあ友達とやったりとかして、うん、やってて、でまあ配信でもちょっとやってみようかなっていう感じで、うんうん、なんか特にやることが、他にやりたいゲームとかが探されへんかったとき、うん、見つからんかったときに、うん、まあ、こういうふうなちょっとのんびりとした感じでやろうかなっていう。ああ、いいっすよね。マイクラも本当にいつまででもできちゃいますよね。うん、ほんまどんだけアップデートされんねんっていうぐらい今でもからそうっすね。そのうちなんかえぐいほどリアルになるんちゃうかなっていうありそうだな。 VR 対応とかしそうだもんな。あー、ありそう。一人称視点やから特に、うん、ありそう。で昔この頃は、はい、このライブ配信的なのをやってたんですよね。そうですね、割と時間がよく取れたんで。おー、最近はなかなかない感じですか？最近はちょっと時間取れなくて、夜に、うんうん、なかなかって感じなんですけど。なるほど。たまに、うん、たまに人の配信に参加したりとか、うんうん、たまたまお声がかかって、うん、でそれでちょっと便乗して配信するかっつって。ああ、気が向いた時にみたいな。うん。ああ、いや、なかなか配信するのって、うん、力は使えますよね。力使います。本当に力使います。ねえ、うん。すごいなんか持ってかれるんだよな、体力を。なんかみんな配信の方が楽とかっていう話よく聞きますけど、うん、僕からしたら動画の方が断然楽やなと思ってるんで。間違いないですね。まあ、なんか編集とかしなくていいっていう分に関しては配信楽かなとは思うけど、うん、なんか気の使いようとかね。そう、全然違いますよね。なんか、うん、この同じ30分間配信するのと同じ30分間動画出すのって、うん、なんか何やろう、喋る内容とか、うん、意識の持っていき方が全く違うというか、うん、責任感が全然違うみたいな。あー、わかるわ。もうなんかこういう言うのもあれですけど、動画ってすごい無責任で出せるんで、うん、確かにな。だからなんか毎日配信してる人すごいなって思っちゃう、うん、毎日じゃなくてもなんか月じゃないわ、週5とか、うん、でもやってる人すごいなって思ってしまう、うん、多分なんだろうな、やっぱり本当にストリーマーが合ってるんでしょうね、そういう方たちって、うん、なかなかね、その、うん、なんだろう、実生活を切り売りする感じになるじゃないですか。
まあそうなりますよね。それがちょっとやっぱり我々ね、うん、我々ね、そういうとこ、そういうのじゃないで、そうね、あの、うん、ミステリアス部門にいる我々は、ね、いかに隠し通せるかみたいないや今回ね久川さんと話して、うん、ちょっと反省しましたもん、そこ隠しすぎだなってもうちょっとなんか適当なことを喋って発信していいかなっていうのを若干思いました、うん、そうなんです、あの動画でさっき動画の方がちょっと無責任で折れるっていうのは、うん、なんか動画中に、うん、自分が体験したかのようなこととか、うん、昔こういうことやってたんですよねみたいなことを、うん、割と適当に喋ってるんですよ。あ、そういうところがいいなと思って配信ってなるとやっぱ、うん、ね、見に来てくださってる方に対しても喋ってるわけなんで、うん、そうなるとやっぱ嘘ついてることになるじゃないですか嘘ついてでしょ。わかるわかるわかる。そこに罪悪感が残るんですよ、僕の中に。ああ。だからあの配信の時の僕っていつもよりもおとなしいんですよね。なるべく喋んないように。まあ眠たいっていうのもあるんですけど。ああ。眠たいだとかなんか画面用意したとかなんかそういうのあるんですけど。うんうん、基本的に。あんまし動画よりも適当なこと喋っちゃいけないなっていう意識が、うん、から疲れんのかな。確かにな嘘ついちゃいけないっていう、あ、まあ、別に 嘘っていうとなんか聞こえ悪いですけど、うん、割と動画って適当なこと言っても、うん、なんかそこに突っ込んわざわざ突っ込んで、え、こんなことしてたんですかっていうコメントとか別にないじゃないですか。ないないない。あっても何々はワロタでしょ、うん、何々は草でしょっていうので、うん、だから動画の方が好きなんですかね僕。確かに言いたいことはすごいわかる。まあその嘘も別に悪意とかじゃないんですよ、うん、どうでもいいんですよね、うん、そのそうそう他の人からしたら、うん、別にどうでもいいんだけど自分の中になんかぼやっとしたものが残るっていう。そう、配信やとそうなるっていう。わかるわ。で、まあちょっともっといっぱい拾いたいものはあるんですが、はい。あとね、久川さんといえば、はい。宇宙探索ゲームがお好きで、はい、宇宙のやつ好きですね。好きっすよね。ちょっとなんかこのサムネだけじゃあんまりわかんないですけど、どんぐらいやってるんですか宇宙探索ゲームっていう。いやでも総数、まあパーセントで言うとそこまでじゃないですかね。 あそんなに多い感じではないのか、うん、まあ例えばタコマっていう、うん、まあ、宇宙ステーションの中を探索する、うん、探索するだけのいわゆるウォーキングシミュレーターってやつですね、うん、だとかライフレスプラネットっていう、まあ、これもこれ、ね、うん、宇宙感そんなないですけどうん、うん、ちょっとふわっと浮く感じの宇宙感なんですけど、キャラコンがクソ難しいやつでしたそうですね。あ、割とアクションだったりあったんでちょっと難しかったやつですね。だとか、はい、もうもこれは宇宙になるのかな。あ、これ、お、一応宇宙のお話ではあるんですよ。はい、まあ、異星というか違う星のお話ではあるから、うん、まあ宇宙っちゃ宇宙か。まあ、これもいいゲームなんで皆さんやってくださいね。お、約束ですよ。いっぱい死ぬことできるんで。死にゲーなんですね。死にゲーですね。で、あとはデリバー・アス・ザ・ムーン。うん。まあ、これはまあガチの宇宙ですね。うん。ぐらいじゃないですか、言うて。なるほど。ぐらいって言っても、
4本もね。いや、なかなか宇宙探索のゲームって珍しいなと思ったんですけど。あ、そうですか。うん、なんかいっぱいあるようなイメージやったんですけど。え、なんで探索系のゲームやろう、しかも宇宙のってなったんですか。え、面白そうやったからじゃダメですかね。まあそうなんですけど、まあ、そもそもなんかまあ、うん、なんか実際にはやっぱ体験できないじゃないですか、宇宙に行くなんて、うんうん、そんな才能もあるわけじゃないし、うん、まあワンチャン選ばれるかもしれんけどだいぶ狭きもんですよ。ちょっと頑張ったら案外いけたりとかもせんか。実現不可能な部分じゃないですかやっぱり。うん、なのでなんか惹かれるもんがあるんですかね。ああ、なんかその宇宙を望遠鏡で見るのが好きとかそういう趣味があったりとかはないですね。あ、ないんだ。うん、あ、見るだけじゃ思んないんで。うん、プラネタリウムとかは好きでしたけど、はい、まあ、好きなだけでなんか知識を得ようとか、うん、そういう勉強しようとかっていう子ではなかったので、うん、もちろん知識は何にもない状態なんですけど、うん、なんかやっぱ惹かれるもんがあるんですよね、男の子やから。あ、確かにね、男の子宇宙と恐竜大好きやから。大好き。それその思いでもう本当に宇宙探索はい出らっしゃったんですね。そうなんですよ、大変でした。なるほど、うん、やっぱゲームやったら簡単に宇宙行けるんで。間違いないな。宇宙行っても帰ってくるとき一番怖いじゃないですかやっぱ。ああ、うん、打ち上げられたはいいものの、うん、着陸するとき、うん、帰ってくるとき、もう創作物でしか見たことないですけど、うん、死ぬほど怖いじゃないですか。そうっすね。え、すごいっすよね。相当な衝撃があったりするんじゃないかなって思うんですけどね。え、だって実際に事故とか結構聞きますもん。うん。ね、いっぱい亡くなられてる方もいらっしゃるもんね。うん、いや、そういうリスクを全て回避できるのが宇宙探索ゲームということで。そういうことですよ。なるほど。こんな着地でいいんすかね。まあそんな宇宙アドベンチャーもやったりしながら、じゃあ最後に、うん、これ聞きたいなっていうのが、お、最近反発じゃないですけど、はい、公務員辞めて穴を掘ることにしましたっていうすごい、はい、エッジが効きすぎてもう意味がわからないゲームを。ありましたね、なんかそういうの。やってましたけど、はい、これは何を持ってこれを選択したんですか。タイトルでしょ。僕こう見えてバカゲーが大好きなんですよね。あんまり自分で動画にしようとはならんけど、はい、バカゲーが大好きでして、はい、でそれを探してたんですよ、ノベルゲームで。おお、じゃあたまたま新着でこれが目に入って。え、じゃあ最近発売された、発売っていうか、まあ、フリーゲームなんで、うんうん、撮った時には新着やったんですよ。ああ、まだ確か、はい、でそっから撮ったはいいものの、はい、ちょっと出すか出さないかで迷ってて。僕割とボツにしたやつもちょいちょいやるんですよ、撮って。ああ、うん、結構長いパート数撮って出さんかったやつとかもあって、
おお、まあ、何のゲームとかか言わんけど、さすがに、さすがに、さすがに言われへんけど、はい、確かね、何パーっと、一応データだけ残ってるんですよね、パソコンに。はい、30パート近く取って、うわ、やめとこってなったやつが、やめとこってかまあ、うん、ほんまは出す予定やったんですけど、はい、ちょっとタイミング悪くて、お、出せなくなっちゃったやつが、おお、あったりとか。おうおうおう、案外あるんですよね、そういう。30って言ったらもう対策じゃないですか。対策ですよ、誰もが知る名作ですよ。ほう。すごいな。でその対策は出さずに穴を掘る動画を出したと。穴を掘るは、うん、あの本当に前編後編で分けれる長さやったんで、あ、まあいいかと思って、もう行っちゃい行ってこいっつって。はあ、バカゲーでも僕あの、はい、フリー素材、実写のフリー素材の意味わからんこれいつ使う年系の素材大好きなんですよ、うん、ああだから、うん、なんかこういう動画もあっていいかなと思ってたまにはね。そう、なるほど、納得しました。今ので納得しました。というかもうこれ以上掘っても多分出てこないんだなっていうのは思ったので、大丈夫です。これ以上穴を掘っても、穴を掘ってもはい、というわけで、はい、本日はこの辺で終わりましょうかね。大丈夫かなこれ。正直もうこっちはもうお任せするしかないから怖くてしょうがないんですけど、いやちょっとね不安な部分もあってちょっと長めに撮らせていただきました。ちなみにあのなんか告知とかってあります？告知、はい、毎日、今のところ毎日 YouTube とニコニコ動画で動画開けてるので、よかったら見に来てね。はい、ありがとうございます。でははいはい、この辺で本日は閉店したいと思います。はい、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。また来月お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。